マシロン、人の死を目の当たりにしたことある。僕2回あります。あの飛び降り2回見たことある。着地したところは見てないけど、あ、落ちたって。1回はガチで見て、もう1回は昔住んでたマンションに影がスッて落ちるの見て、あー多分なんか落ちたんだなって。次の日ってか、その日あの病救急車とかパトカー来てたから、あ多分あれ誰か落ちたなっていうのはある。まあどっちもその血は見てないからね、ブシャーは見てないから、まだその精神的ダメージは来てないけど、まあでも落ちてるとこ一回は見たからな。普通にね、なんか4、5回ぐらいのとこからスッて、周りのなんか人たちみんなキャーって言ってたからね。その女性の声にびっくりした。女性のキャーにね、ポンポンポン。女性、深夜の女性キャーは本当にねビビる。深夜の女性キャーは僕やたらと聞いたことあるからな。あのなんかね、一番精神的に来たのはあれかな、道路の真ん中で女性が土下座してるのを見ちゃったところかな。え、なんかね、怖かった。僕昔変なバイト変なバイトではないけど、ちょっと変なバイトしてたことがあるんだけど、夜勤系のね。で帰るとき、チャリで帰ってるんだけど、誰もいないね。あの、いや本当にね、間違いじゃないんだけど、誰もいないね、道の真ん中、大道路、道路の真ん中で女性がね土下座してんの。誰もいないの。他に何かに対して土下座してんの。それ本当に人間、多分人間だと思うよ。え、ガチガチ。それが多分今まで見た中で一番ショックだったな。え、なんだろうって、やらされてるのかなって最初思ったけど、ワンチャンお化けの可能性だってあるもんね。もう怖かった、ただただ怖かった。やるんだなって、なんかヤクザ系のことかなって思ったけど、多分お化けだと思う。うん、おそらくお化け。まあお化けにしといた方が多分安全だな。いや意外とそう、生身の人間の方が怖いってことね、よくあります。マジ。さあできたよ。うん、できたけどなんか違うか。